本日2度目です。ふう、息が詰まる。皆さんこんばんは。ぴょんこ先生ありがとう。真珠貝チュラバーさんハートありがとう。わっ、おりちゃんかわいい、ありがとう。サンソンさん真珠貝ありがとう。成田のしんお疲れ、ありがとう、お疲れ様です。ツルツル秒できてる。皆さん二度目も来てくださってありがとうございます。髪が増えてます。あ、ツルツル秒できました。さっきは59秒で終わっちゃったので、終わるのも00秒で終われるように頑張ります。あ、おしゃべり嬉しいです。カウントとおしゃべりもう嬉しいです。3周してみて初見ちゃうやろってありがとうございます。前回3周してる人は15分間星もらえないのでカウントお願いします。あ、ごめんなさい、パシーズって。あ、じゃあ回復中にぜひカウント、そしてカウントと何でしょう、おしゃべりしましょう一緒に。髪をプレッてます。どうした、どうした。今日コスプレするなら、え、何がいい？あ、じゃあまだやったことないコスプレしたいです。コピトさんミラボありがとう、ありがとうございます。え、10連だ。ミラボ、ミラボありがとう。ケンタッキーさんたい焼きありがとう。一枠目、率直な感想お願いします。カウントしゃべりしよう。率直、私のことを支えたいって思ってくれる人がこんなにもたくさんにいるのを実感してもっと頑張りたいと思った。なべなべ所長レインボースターありがとう。ラクエルさんハートありがとう。ねえ皆さん、本当に今から工藤からのお願いを聞いてもらってもよろしいですか。ちょっと待って、これ書こう。よろしい。次は20時27分よし。フォーユーさんレインボースターありがとう。なべなべ所長もレインボースターありがとう。あーすわー、ラクエルさんハートありがとう。ラクエルさんハート、あーさんありがとう。わー、そんな、そんな、そんな、お願いそっちじゃないよ。でも嬉しい、ありがとう。すごいビヨーンってサーフィングしてた、かわいい。バリーさんレインボースターありがとう。サラトモさんファイト、ありがとう。3連も、あ、30連もありがとう。有馬かなちゃんのコスプレしたい。お上品な服着たらそれなりに有馬かなちゃんになりそう。ラクエルさん、なべなべ所長ありがとう。10連嬉しい。ソラトモさんありがとう、ファイト。あー、10連さんかわいい、ありがとう。かわいいですか、さっきコメント来ててノースリーブかわいいねって来た嬉しいと思った。バリーさんレインボースターありがとう。あー、たくさんありがとう。カニフミオさんもハートありがとう。水星さんレインボースターありがとう。毎日さ、この差を維持できるのはやっぱり電車から来たよ。楓さんですか、外楓さん。今日のとびとびは自動手動ですか、ありがとうございます。乃木曜日今日は楓さんだったんですね、嬉しい。あと髪の毛サラサラだねってきっと嬉しかった。実は昼間にシャワー浴びたんです。わー、ポンジュースさんありがとう。
バリーさんもありがとう、レインボーヒーローさん、ハートありがとう。あ、マーシー結婚して、待って待って、すごい大量に来てるよ。あ、バリーさんレインボースターありがとう。わ、マーシー結婚して、結婚してタワーじゃ、エリちゃんありがとう。え、結婚してタワーね、今やってすごくない？ギフトが豪華すぎる。今ちょっと今初日、初日さ、結婚ちょっと考えられるかも。バリーさんレインボースターありがとう。ま、え、ありがとうマーシー、ありがとうね。声ラジのコメントとかも見てたよ。ツーデスさんたい焼きありがとう。 あとあのタワーいっぱいいただいてるじゃないですか。あのお礼させてくださいね、スクショしてるので。でもなんかもうタワーもうすごい、ちょっとすごい。え、じゃあちょっと待って、あ、メール届きましたよ。私のこの配信は19時56分に終わるので19時51分にアラームを設定したいと思います。では今から、今から、わあ嬉しいよ。手動で来られた方、ぜひ、そうだね、イベント中なのでよかったらね、星一つだけでもいいので投げてくださると嬉しいです。そして星ないよって方、50カウントだけでもしてくださると嬉しいです。で今から工藤のお願いなんですけど、私帰ってきてまだご飯食べてないの。今からサクレ食べてもいい？サクレ食べてもいい？ヒーローさん GG ありがとう。あ、ラクエルさんたい焼きありがとう。食べていい？いい？あ、嬉しい。歯磨き、え、でもさ、お味噌汁も作って食べたいの。だからまだ歯磨き枠だなしよ。ボヤッキーさん、でもさ、シャンプー枠とかも作りたいしさ。エリチありがとう、レインボー。ボヤッキーさん新宿、え、食べていい？じゃあ今から離席するよ。はじすけさん新宿ありがとう。サクるよ、サクるよ。あ、解除来た。じゃあ一緒に星集め行こう。星集め、いってらっしゃい。あ、さくれ、うわぁ、うわぁ、蹴っちゃった、ごめん。え、まだみんなも食べてない？食べて。うわぁ、小人さん、あー、ミラボ、ミラボツーデスさん、こんな豪華な利席ある？待って待って、ツーデスさんたい焼き、イチルさんもたい焼き。待って、利席中でもやっぱりみんなやばいよ。コビトー、バリーさん、え、今解除の人はベテランさん、すごい。私のルームで星投げてくださってプロってくれてありがとう、さすがすぎる。ツーデスさん、オリちゃんたい焼きありがとう。うわー、はー、バリーさん、多分コビトさんもさ、ミラボータワーだよね。バリーさんも大量ありがとう。オリちゃんもたい焼き。サンソンさん新宿街、おたあめさんハート、フォーユーさんたい焼きありがとう。ミラボえぐー。10分47。ふくちゃんありがとう。ペンペン、パフィーさんレインボースターありがとう。ふくちゃん、え、もうこんなに簡単にいただきます。みんなありがとう。タワーもすごい嬉しいし、10連してくださってるのがありがたいです。ありがとう。あ、ちょっとずれちゃった。ここにね、そう書いた。あ、はい、見てください、サクレ食べかけ。ちょっとさ、写真撮っていいですか？メールでさ送りたい。あ、お仕事お疲れ様。やっほー。42分まで待機、余裕持ってもいい。やっぱ正確に、着実に、正確さとか大切だよね。そうだから
そういうこと大事だと思う。浦部さん、たい焼きありがとう。でもなんか、うん、浦部さんありがとうね。お仕事もお疲れ様や。番号はジーナ。せいじさん、ハイビスカスありがとう。でもなんだ、なんて言ったらいいんだろう。ほんと星投げとカウントって絶対できること、何、みんながみんなにできる権利がある、そういうのが多分一番大事になってくると思うから、ほんとお願いします。あ、次の枠に回しても大丈夫だよ。合宿よろしくね。あ、ほんと、じゃあちょっといただきます。いただきます。うわー、お仕事お疲れ様。今からよろしくね。明日は何時配信できる？え、明日はオフだから一日中できるよ。てか私心配になるほどオフだから絶対大丈夫だよ。土曜日まで。ほんと心配になるんだけど、多分みんなリコチ大丈夫ってなるぐらい心配になると思うんだけど、結構オフよ。だからいつでも配信できます。あー、うまっ。うん、解除、解除までぜひおしゃべりしよう。でもまだうん、10分を18回配信、えぐない？そんなのできるの？本当に？それしたらどうなるの？うん、あ、カズさんお疲れってありがとう。アイスめっちゃ美味しい。サクレいつ食べるかな。ラストにしゃぶる。人生方向音痴さんもレインボースターありがとう。お疲れ様。あ、この枠から参加ありがとう。もうできる時間にやってくれるのは本当ありがたいです。カウントね。うん。今って19時59分じゃないよね。締め切り、あ、締め切りか。1位ありがとうございます。わっ、翔ちゃん、レインボースターありがとう。あ、ミラーボールだ、ありがとう。合宿初日。なんか寒くなっちゃうよ。あ、Kindle？ すごい。おいしい。私の配信枠を考えてくださる。あれ、あ、いってらっしゃい、解除時間。嘘。差が開くってどういうこと？いくごぴょんぴょん、レインボースターありがとう。19枠？滝野由美子さん？あの、すごい。うん、うん、星投げ完了、ありがとうございます。うん、小人さんアロハー、ありがとう、アロハー。 G 上手、嬉しい。8時は30分、12時は1時間、17時は30分、20時は30分、23時も30分はどう？いいと思う。でも12時1時間しても大丈夫？でもやっぱみんなが平日だから見れるのがいいよね。しかも2周できるんだね。どう？カー君レインボースターありがとう。どうかな。だって15時とかね、で見れないよね。うん、来てくれてありがとう。
じゃあ12時だね。12時に1時間でも大丈夫ですか？1時間もやっても良きだよね。ふうさんレインボースターありがとう。なんか普段通りの配信って感じで私は好き。3週目いってらっしゃい。ふうさんレインボースターありがとう。キアロワイ当選ありがとう。トムトムさんハイビスカス咲いてありがとう。皆さんあのね、ぜひ今持ってる星何個でもいいのでぜひ投げてくださると嬉しいです。そして50カウントもぜひお願いします。うん、明日は全てフリー。トムトムさんココナッツジュースありがとう。すごい、ありがとうココナッツ。うん、すごい、15分経過ありがとうございます。15分経過で1871人の方が見てくださってるの、すごい、ありがとう。星たくさんありがとう。確かにお仕事の、確かに12時はお仕事の人の休憩でまちまちだから1時間あるとどのタイミングでもいけるもんね。最高。じゃあそれでいきましょう。みんな的には8時から8時30分までと12時から13時までと17時から17時半から20時から20時半まで23時から23時半いかがですか。ふうさんレインボースターありがとう。トムトムさんハイビスカスありがとう。トムトムさんありがとう。ココナッツジュース、福ちゃんの真珠貝、トムトムさんたい焼き、マリュレインボースター、福ちゃん真珠貝ちゃんありがとう。エアリングかわいいよね、リンゴの形なの、真珠が入ってる。ちいかわ、本当リコチが一番嬉しい。いや初日すごいよね。あ、明日で250日連続配信になる、すごい。え、1位だすごいって言ってくださってる。何位までだったらいいかって言ったら1位だ。みんなと私たちが目指してるのは1位よ。2とか3とか1よ。1位、工藤なら1しか、1が1だ。福ちゃん真珠貝、葵さんレインボースターありがとう。熱い辛さん大液ある、いただきます。寒い寒い、炊いて職人さん天才。なんか私も不安で、私のこと嫌いになる人が増えちゃうんじゃないかっていうのがちょっと不安で、でもこれはみんなで正々堂々戦っ、それがちょっと不安でした。だから私は真摯に全力で頑張って、なんだろう、もし、例えばもう今回の配信で嫌いになっても、嫌いになれても、だから今この時点でこの時間は、私がこれから何位になるかもまだ分かってないけど、今の時間の中で1位なのはそういう理由だよねって、なんか納得してもらいたいなって思う。でもなんかね、だから頑張ろうって思う。応援してくれてありがとう。
でも今みんながさ、ほんとほら祭りみたいなもんよとか、好きの方が多いじゃないとか言ってくれるし、言ってくれる人も多いし、そう、嬉しい。この何ヶ月間か誰よりも配信頑張ってきた成果だと思うよ。僕は嬉しいって言ってくれて嬉しい。なんか悔しい気持ちしたから、ショールームイベントとかでも。だからこの数ヶ月間はできること頑張ろうってやってきたつもりだから、その頑張ってる最中に出会ってくれた仲間とか、仲間になってくれた皆さんのおかげでここにいれるから、私はみんなのこと否定したくないなと思う。ごめんなさい、食べながら。そうっていうか、なんか私がすごいんじゃなくてみんながすごいから、すごい、やばい、なくなっちゃう。なくなった。トムトムさん、新宿がやれて寒い、寒すぎる。寒っ。なんかいいこと言いながらバリバリしてすみません。おやっきーさん、たいやきちゃんありがとう。トムトムさん、お手紙ありがとう。出遅れたけど3週50回とかあるよ。さすがや、ありがとう。わあ、コヘヘレインボースターありがとう。星集め忘れてた、頑張って。なんかそう、そうほら、小学生の私では星投げしかできないですって。そう、いや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 、星投げが一番ありがたいっていうか、なんかいろいろさ、多分なんかさ、一つのさ、なんかグループになんかさ、班長がいたりさ、なんか副班長みたいなのがいたり、なんかそういう、なんかそう、なんか広報とかさ、なんか何、経済、何これ、なんか初期とかさ、なんかそういういろんな、なんかそう委員会とかでもさ、整備委員みたいな、そう風紀委員みたいな、そういうのがあるように、なんかみんながみんなできる一番力を発揮できるところでみんなに活躍していただきたい。なんかドカーンってすごいすごいギフトをすごいってなっちゃう人もいるし、でも星投げ3週の職人がいたり、50カウント誰よりも早かったり、星集め星投げ正確にできたりする人もいるし、配信スケジュール立ててくれる人もいたり、あの配信欠かさず来るよ、俺はもう通知が来たら一瞬で来るでみたいな、とかおりこ、リコチとおりこさんの6日間合宿のハッシュタグつけてつぶやいて SNS とかに盛り上げてくれる人もいるし、コメントとかでさ、リコチすごいねとか、私のメンタル私の心を支えてくれてる人もいるし、いろんなところでみんながなんだろう、活躍してくれてこの一つのルームが成り立ってるし、こうやって元気に配信できてるから、で現に今もだってもう今1位ですよ、みんなとみんなゲットしたポイントすごい、だからそう、そうなんだろう、みんなはおのおのできる最大限出せる力を大切にしてほしいなって思うって思った。そう、のにやばい、福ちゃんたい焼きありがとう。うわー、トムトムさんめっちゃ可愛い、ありがとう。小人さん、パチパチありがとう。トムトムさん、アイスありがとう。福ちゃん、しげちゃん、なんか来た、ゆうさん。
でもそうみんなでね、そうコメント宣伝職人とかもさ、なんならもう情報共有みたいな、1位まで何位とか2位との差はとか、そういうの言ってくれる。なんかすごいの来た。おっさんずさむさん、ファイト、ゴリラさん、セイジさん、福ちゃん、うわぁ、謎の助っ人3枚目ゴールドマルチ、怖い。すごい、ありがとう。イベントに必ず毎度現れる謎の助っ人来たって言われてる。やってしまったって、なんて、おじゃる丸さん、おじゃ丸さん、ケンタッキーさん、すごい。でも私の気持ちはそう、うわぁうわぁ怖い。出遅れてしまったようだ。イケメン。ヒーローは遅れて参上するの？私も遅れて配信始めたよ、あの お役目だったから、スケジュール的に。わたあめさん、ハートありがとう、すごい、ありがとうございます。みんなでそう力を合わせたら大きな力になるってこと。そう、私が言いたかったの。そう、あ、もう最終枠だっけってなってるね。タワー10連は私人生本当に一度も経験したことないことだから、さっきの枠から本当にすごいです。みんな本当にありがとうございます。ありがとう。あー、よし、じゃあちょっと男女の方をお呼びいたします。56分までなのでね。39位からビロコーさん、サンセットさん、サンセットサンライズさん、日向坂46さん、オッサンズサムさん、成田のしんの耳時々指、ペヤングさん、パッフィーさん、マヤモンさん、謎の助っ人3代目ゴールドマニョチ、多分31位から1位になるね。エリチ、ミッドナイトシュガーさん、あ、変わっちゃった。ミッドナイトシュガーさん、ストーチ勉強中さん、ケイケイさん、マーシュンさん、ハジスケさん、ユーサさん、ほう、今日は献血の日、お、献血か。ソラトモさん、ポンジュースさん、イチルさん、イチルさん、ボヤッキーさん、アオイさん、ひまわり29さん、サンソンさん、オッサンズサムさん、ソンちゃんさん、人生方向音痴さん、コウヘイヘイさん、イクゴピョンピョン、オリちゃん、カズさん、ズーデスさん、セイジさん、マリュ、トムトムさん、そして本日の秋元先生役はマーシー先生です。ありがとうございます。すごい嬉しかったよ、タワーも、ありがとう。わあ、なべなべ社長もありがとう、福ちゃんもありがとう。そして本日のメルヘンチェンジ第3位はコビトさんでした。コビトさん、ありがとう。第2位はバリーさんでした。バリーさんもありがとう、すごかったよ。そして第1位は謎の助っ人ゴールド、3代目ゴールドメルチ、ありがとう、ありがとうございます。あと1分40秒です。ズーデスさん、たい焼きありがとうね。皆さん本当にありがとうございます。10連タワーは30万ポイントか、えぐ、うわー、すごい。恋愛小説加算、ありがとう、すごい。タイムキーパー駆動よ。そう、開始から出るのはザコキャラじゃないよ、めっちゃ面白いじゃん。そんななんか卑屈なこと言わないの。そんなことないよ、出てくることがすごいんだから。まず出せる、出てこられることがすごいんだ。福ちゃん、ありがとう。じゃあ、助っ人さんもすごいですね。初代と2代目はかなり前にいた。うわー、ありがとうございます。じゃあ次の枠は20時27分から20時57分の30分か、20時27分にまた会いに来てくださると嬉しいです。いやいや、みんなの力がすごいよ。恋愛小説家さん、ありがとう、ありがとうございます。え、落ちちゃった、やばい。ちょっとまた貼り直そうかな。ありがとうございます。じゃあまた次の枠までまた待っててください。わたあめさん、ハートありがとう。不安でね、ずっとママと電話してたの。ありがとうございます。ではまた。